どうも皆さんお久しぶりです。ヒロードです。9月15日に久しぶりにね、こちらもアップデートが来ましたので、三国志14のアップデートまとめです。まだね、アップデート履歴から見ていきます。こちら公式サイトと同じで、細かい不具合、誤字の修正のみでした。次に今回の目玉ですね、三国志覇道タイアップ武将画を CG セット30点、オリジナルの炉廉歌王シャオリが収録されていて無料です。ダウンロードしましょう。あとですね、7月29日に追加された二次三次所属 VTuber さんの紹介してませんでしたので、最後に載せております。では30点見ていきましょう。関羽、呂布、炎章、チョウンとなっておりますね。1段目は関羽とチョウンが結構かっこいいかな。次の段ね、天衣、長領、呂蒙かな、劉備、公孫さんとなっております。なかなかね、最近はその呂蒙ね、兜かぶってないんでね、珍しいですね。3段目は序書、諸葛亮、曹操、パパ孫権、董卓ですね。この段のグラ全部いいっすね。結構好きですね。何が好きなんだろう。力強いのかな、全体的に。はい、4段目、劉禅、中隊、紹介、諸葛閣、ロシクですね。なんで毎回ロシクいるんだろうと思いますよね。そんなにね、変わってないのに毎回いるんだよね。中隊かっこいいっすね。次が、当該、淳雄、文王、孫昌公、勘銀平ですね。文王は間違いなくかっこいいな。翔子さんと銀平さんはちょっとグレード下がった気がするな。さあ最後の段ですね、王元気、光月栄、紳士、呂麗騎、王シャオリン、呂廉歌となっておりますね。この二人、小教と大教って言われても分かんなそうですね。にしてもこの最後のあたりにこうぶっ込んでくるキャラクターって、なぜこう整形臭が漂ってるんでしょうね。ここからはですね、7月29日に配信されてました、その二次三次所属の VTuber さんのね、コラボ武将を紹介していきます。と言ってもですね、まあその銀河英雄伝説と一緒で、戦法スキルはね、普通の武将よりもその強いやつになってるっていう。あと何紹介すればいいんだっていうね、話になりますけど、まあ一応載せておこうかと。7月の時に迷ったんですよ。これだけで動画出していいのかって。ダメだなっていうことでね、9月にまとめさせていただきました。あとね、一つあるんですけど、彼らの VTuber じゃないですか。野望5でいいと思うんだよね。あといつも通りね、音声ありません。でした。はい、ではいかがでしたでしょうか。今回の三国志覇道武将画を CG30 点、集大とかそのオリジナルでもね、使いやすい顔があったんで、まあ無料ですし、まあ武将150人しか作れねえからな。というわけで皆さん、ご視聴ありがとうございました。